お久しぶりです、名古屋。ええ、いや、ほんとね、すごいことになってますな。じゃあ、皆さん、準備はいいですか？OK？ じゃあ、お久しぶりです。京都から来ました、スーパーストローです。いきます、一曲目。スーパーストロー！そう！We'll be right back.
お久しぶり、名古屋。どうもどうも。もう今回、ステップバイステップ10周年のツアーということで、なぜか京都から来ちゃいました、名古屋まで。ありがとうございます。いや本当何年ぶりかね、来たの分からんですけど、今日は、この後まだまだね、あなたたちの地元が誇るトマトゼリーも、いや10周年を迎えたステップバイステップもまだまだ待ってますんで、最後まで楽しんで帰ってください。よし、ありがとうございます。京都あの企画で、呼んでくれた玉蔵くん、それから、ここタイドロープのスタッフの皆さん、ありがとうございます。よし、ではではじゃんじゃんいきますよ。よろしいですか、いきます。ニックのバイオレンス。久しぶりに来て、いい感じです。スーパーストロンカミン、イエスカミン、ありがとう。イエスよし、家今日家出るときに掃除してたらこんなこれ欲しい人欲しい人、あのちゃんと分け合ってください、すいません。それで終わり、それで終わりです。イエスイエスイエス、これメンバーも持ってないかもしれん。俺持ってねえよ。そんな感じでした。まああとはなんか後で殴り合いでもして、そうまあピースルに行きましょう。そんなこんなで、よくないんか。じゃあお伝えすることが一つ、どれから喋るかな。いやいや、なんかすっげー静かになるからさ、やりづらいなと思って、まず次のなんと次のライブがまだ決まってまして、
まあ今回、スーパーステップ10周年のツアー全部一緒に回ることになりました。4月4日、新宿ロフト行きます。ありがとうございます。いや、そんな喜んでもらえると思い方よかった。ありがとう、ステップバイステップ。ありがとう、ありがとう。それからですね、ちょっといつ出るのかわからないんですけれども、コンピレーションに1曲参加することが決まりました。タイトルどうなのかな、わからんけど、まあそれに入る予定の曲、今からいきます。よろしいでしょうか。 OK OK。 まあ、ここは名古屋、トマトゼリードのスプリットにも入った曲です。いきます。 One Day Begin。まあね、こういうスタンスになったということは、本日もね、サブタイトルにある通り、ニュースクールドボーイということでね、いやー本当、まさか、どれぐらい浸透したか分からない。
ないけど結構浸透したねニュースクールルードボーイ。いや良かったと思います。そんなこんなで10周年現役パラリ選手ステップアイステップアンジェラよし行くぜ。
瀬くん帰ってるから楽しんで帰ってください。まあまあ踊って帰って。同じことするよ。アホか。ちょっと待て、ほんで誰もいいよけ。ちょっとそんなね、漫談みたいなことは要すみませんけど、みんな元気ね、ほんと。
いや、でも来てよかった。来てよかった。来てよかった。来るまでどっち不安やって。もうみんな忘れてんちゃうかな思ってほんま。ねえ。僕らも準備するし準備しといてよ。呼び出しちゃあったらやね。知ってる？知らない人も一緒に遊ぼうね。
Thank you.